みんなが平等に医療を受けられる世界にしたい。データサイエンス、まあ、そういったテクノロジーでもう業界で一番のインパクトを与えると。想像を、開拓。目指したい世界は一言で言うと介護で困らない世界。介護の現場で働く方々のお仕事を助けたりだとか、あとはもっといい介護をできるように業務の支援をする、まずはお客様の見たいっていう気持ちを作るところが僕の仕事です。優秀なエンジニアは世界中にいるわけで、 AI を使った病変検出のアプリケーションの開発をするっていう自分の能力を最大限生かすことがある意味挑戦かなと。もう本当にメンバーの人たちがもうとにかく能力を発揮できるような、まあ、環境を用意するっていうのが、まあ、今の僕の一番の仕事ですね。多種多様でとてつもなく面白いメンバーと、はい、働いてますね。生活の中の小宇宙かなと。というか私たちが社会に伝えたい思いを伝える場になってると思います。見たいっていう思いがあることが未来を作る原動力なんじゃないかなっていうふうに思います。見たいが未来を作る。